表現力と美しさから氷上のバレリーナとも呼ばれる彼女。その優雅な演技は国内だけでなく海外の生徒さんたちの記憶にも残り続けています。2008年からはプロスケーターとしても数々のアイスショーに出演、またテレビの解説でもおっとりとした両言葉での的確なコメントが多くの支持を集めています。現在では振り付け師そして講師としても活躍中の彼女が京都の新しいリンクのオープンのお祝いに駆けつけてくれました。そして今日はなんとペアの演技を見せてくれるようです。2003年世界ジュニア選手権、2004年ヨンタイリ選手権金メダル大田幸那さん、そして柴田亮さん、Thank you.
表されました。この美しいお二人が今日の柴田亮さん、柴田亮さんの演技でした。